ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティレヴァンテトロフェオ2019年式6400キロ、こちらの車両になります。ちょっと間が空いちゃいましたけど、佐々木君の久しぶりです。3回目です。はい、ちょっと久しぶりの紹介になっちゃいますけど、はい、改めましてこの2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回紹介するのはこのレヴァンテのトップグレード、はい、でちょっと動画撮る前にも話が出ましたけど、あんまりちょっとトップグレード感がない。そうですねただこう通好みな、こう分かる人にしか分からない。そうですね。で、中身がすごいことになってる、はい、そんな車みたいなんで、今回ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います。で、まず前回りからいくと、基本的にはトップグレードとその下の GTS といろいろ同じですね、はい、衣装が共通なところが多いみたいで、はい、まあ、グリルだったりとか、あとこの辺のメッシュなんかもどうも同じみたいです。で、改めて見るとこのスカスカ具合がなんかちょっと心配になっちゃうぐらい、そうですね、不安になっちゃうぐらいちょっとスカスカしてますけども。で、その奥にはこのシャッター付きのラジエーターのシャッターついてると。これが暖気が完了すると開く感じでしょうか。そうですね、パカッと開きますね。あと衣装の大きな違いとしては、トロフェアになると至るところが黒くなると。はい、そうですね、グリルのこの周りだったりとか。はい、ただ今回車ボディカラーが黒、ね、黒系なんでちょっと分かりづらいんですけど。そうかもしれないですね。ただ逆にちょっとこう引き締まって統一感が出てる感じじゃないでしょうか。はい、締まってますね。あともう一点、トロフェオ専用パーツといえばこちら、ボネットがダクト付きの専用のものになると。これかっこいいね。ちょっと絶妙なこの膨らみとこのちっちゃめの穴と。いいですね、実物めちゃくちゃかっこいいです。ただこれも分かる人が見ないと分からないという、はい、ちょっと控えめな感じが。そうですね最高ですそしてあとは前回りカーボンパーツなんかが結構ついてて、この辺の衣装なんかもちょっと GTS と変わる感じ、ね、ほんのちょっと違いますね、はいはい、ただそのほんのちょっとっていうのがまたいい感じじゃないでしょうか。そして早速横行っちゃいましょうか。横がやってまいりました。これはオプションですか。はい、22インチのオプションのアルミホイールですね。ちょっとなんかしっかりこうトライデントのデザインを踏襲したというか、はい、いろいろこう歴代いろんなホイールありますけども、やっぱりマセラティといえばこの3本スポークの、そうですね、集合体のトライデントを意識したホイールじゃないでしょうか、はい、そしてもうこのホイールのアップだけ見ると SUV の足回りじゃない。そうですね、ブレーキもすごく大きいですし、なんかビッグセダンのなんか足回りっていうぐらいサイズもそうだし、そうですね、このタイヤの扁平も、そしてサイズが265-35-22、もうしっかりなサイズを履いてございます、はい、で、このキャリパーが赤いのも優勝オプション。オプションですね。標準では青いものになってるんですけど、こちらは赤くなっております。ヘッドキャリパーが装着されてるみたいです。で、ローターもしっかりドリルドローターということ、はい、で、当然サスペンションはエアサスペンション。エアサスですね。上下確か85ミリぐらい。はい、結構上がるし結構下がりますね。で、今この状態が、一番下がってる状態ですかね。そうですね、はい、はい、こんな仕様になっております。で、あとはもうマセラティといえばもうこの3連のダクトがついてて、はいはい、意外に車が黒だし、今回いろんなところが黒くなってるんで、このメッキのダクトがかなりしっかり主張されているというか、いいですね、そんな印象を受けます。あと横のオプションといえばウィンドウモールですね。黒く塗られております。やっぱりこの辺も統一感が出て、はい、外せない、締まりますね、はいはい、引き締まるオプションがしっかりついてございます、はい、であとこのサイドスカート、ここも全部カーボンになっていると、はい、これがだからもう何回もしつこいようだけど、車が黒なんでカーボンパーツも本当にさりげないんでそうですね、控えめですね。やっぱり特にカーボンパーツは明るい系のボディカラーに入れるとこうバチンって目立つけど、あ、そうかもしれないですね。黒だとこう控えめにカーボンパーツ取り付けられるんで、この辺にちょっとビビビと来ていただける方にはかなりいいチョイスなんじゃないでしょうか。この控えめなデザインですね、はい、あとは後ろも行きましょうか。後ろが295、はい、幅がそのまま大きくなって3022インチ。ただ後ろは片押しですかね。そうですね、しっかり赤いキャリパーにもなってて、赤くなってます、はい、あとは何といってもこの全体的な造形、この SUV らしからぬ、普通のなんかラインナップで言ったら、はい、あのクーペに
はい、ポルシェとかで言ったらもうカエンとかもクーペの方に分類されそうな、そうですね、そのぐらいこうリアが傾斜しているこのスタイリング、そしてなかなかないですね。ないですね、はい、そして他のモデルにもこうつながるこのテールランプス、かっこいいですね、もう色気が、はい、イタリア男子の、はい、そうですねそして後ろに行くと4本出し、そしてこの上のカーボンパーツ、はい、4本出しあるか、GTS も4本出しなんですけど、ちょっとデザインがあの GTS とは違いますね。樹脂パーツが多めに使われているんですけど、トルフェになるとカーボンになります、ね、全部カーボンになる、はい、しかも造形がよく見ていただくとすごく複雑、そうですね、段がついてますね、1段あってその下にもう1段あってっていう感じですかね。で分かりづらいんですけど GTS とトルフェはここがロアエキストラクターだっけな、ボディ同色になると。あ、そうなんですね、はい、でこれがボディが黒なんで、はい、これも分かりづらいですね。でも本当にまとまっててカーボンパーツ非常にたくさん使ってるんですけど、これはこれでいいですね、はい、本当にまとまりのある1台で、あとはあ、そうちょっと途中取り越しちゃいましたね、この C ピラーのエンブレムなんかもしっかりトロフェをトップグレードの証になってると、はい、これでも冷静に考えたらこれをわざわざトップグレードのために、はい、作り直してるってことだから、そうですね、結構お金と手間がかかってます、かかってる感じがします。あとなんか後ろのこのこれがその下のラインがおそらくというかトロフェオ専用のマークだと思います、じゃないかなという、はいはい、確証はないです。おそらくそうです、ほぼそうです。あ、本当ですか、はいはい、だから後ろから見るとほとんどわからない、カーボンパーツに目がいかないとわからないんだけど、はい、知ってる人が見ると一応そのマークでわかるかなって、これトロフェオじゃんなるという、こんな感じのエクステリアになってます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装はオプションとあと標準装備のところを色拾っていきたいと思います、はいはい、でまずもうさすがにトップグレードですから、はい、まあ、ていうか車も車ですからついてますね、ソフトクローズも当然ついてると、はいはい、そして内装に行くと内装がまたおしゃれ、赤ですね、そしてレザーがなんかすごくいいレザーを使ってるっていうことで、はい、ピエノフィオーレプレミアムフルグレーンレザーです、はい、レザー、まあ、レザーもいろいろ種類あると思うんですけれども、はい、特にその中でも上質なレザーを使ってるみたい、ね、結構メーカーによってもレザーこう質感、はいはい、薄いのからこうしっかり、はい、BM のメリノとか、ね、あのダコタとかあの辺なんかかなりしっかり系だし、いいですよね、はい、イタリア系だとちょっと薄めというか、はい、ちょっと柔らかめのレザーで、そうですね、ちょっと肌触りのは良かったりしますけど、はい、今回の車はちょっと本当にブランドもののなんか、そうですね、めちゃくちゃいいです、バッグとかにも使われてそうなそのぐらいなんか質感のいいツルツルのレザー、はい、でシートがまたこの複雑なこのステッチ、そうですね、造形背面すごいですよね、これは何て言えばいいのか、もう大体なんかこうダイヤモンドステッチとか、はい、クロスステッチとかよくありますけど、なんかのモチーフかもしれないですね、ちょっと複雑なステッチもダブルステッチで入ってたりとか、はい、そしてヘッドレストにトロフェオの刺繍が入るわけですね、はいはい、そしてステアリングなんかは全部カーボンになって、はい、オプションになってますね、あ、これオプションなんですね、はいはい、ステアリングとパドルシフトまでカーボンになってます、なるほど、はい、しっかりカーボンパーツが内装にも使われてると、はい、でダッシュボードも全部レザー、レザーですね、このブラックとレッドのコンビが、はい、で赤もこの何ですか、発色のいい赤じゃなくてちょっと落ち着いた赤ですね、ちょっとワインレッドみたいな、はい、そんな感じのレザーになっております。ちょっとドアから見ていきましょうか、ドアもしっかり全部レザー、レザーと、はい、ステッチ入ってますね、大体みんなここまでだったりするんですけど、あ、そうかもしれないですね、この下もしっかりレザーになってると、そしてその先にはバワーズ&ウィルキンス、はい、これもオプションですか、オプションです、しっかりついてございます。そしてこの辺のプレートはしっかりカーボンとあとアルミ調の、はいはい、アクセントもついてると、ドアだけでもかなり高級感がすごいことになっております、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、まずここがめちゃくちゃ分かりづらいんですけれども光っております、マセラティロコが、そしてマットもしっかりトロフェオで、このマットがまたおしゃれ、何ですかこれは、あ、そうですね、外側がレザーで内側が普通のモケットっていう、はい、そしてこのシルバー系のステッチでちょっとおしゃれマット、ちょっとそのまま踏むのが申し訳ないぐらい、あまり見ないですね、撮影なんでそのまま踏んじゃってますけど、はい、ちょっとおしゃれなマットがついております。そしてシートはだいぶゆったり
ゆったりですね。そしてちょっとここ張り出しありますけども、サイドなんかはかなり柔らかめで、はいはい、乗り込む時もこう引っかかる感じはあんまりない。あ、そうですね、ゆっくり乗れますね。そして背中なんかはかなりしっかりしてるんですけど、こうタイトにホールドされちゃう感じじゃないんで、割とゆっくりゆったりめですね、乗れる感じじゃないでしょうか。そして調整はそんなに細かくできる感じではない。そうですね、はい、一般的な調整とプラスアルファっていう感じですかね、はいはい。そして先ほどちょっと触れましたステアリングは若干ちょっと大きい気がします。はい、僕個人的にはちょっと大きく感じます。でこの上とこの内側、あとこのスポークの部分が、はい、カーボンになってると、ね、ちょっと他にないデザイン。そうですね、はい、そしてレザーの質感もかなりいいです。そしてこの辺が操作系、はいはい、ACC 操作系しっかりついてて、パドルがもう社外化っていうぐらい大きくてかっこいいですよねしかも全部カーボンっていう、これしかもハンドルについてこない。あ、そうですね、はい、独立してますね。こっちのコラムの方から生えてるタイプの、はいはい、そんなパドルになっております。そしてメーターはこのインフォメーション付きの、はい、メーターちょっとかけちゃいましょうか。はい、はい、ちょっとかけちゃいましたけど、メーターはこんな感じで真ん中にインフォメーション付きのスピードとタコ、はいはい、スピードが350キロまで出るという590馬力あるんで、はい、とんでもない車です。とんでもないですね。でこれちょっとハッタリかと思いきや実際に300キロまで出るという、まあ、カタログ上の数値ですけどね、はい、とんでもない車です。そしてレブリミッター、あ、レブカウンターの方はなんと7000回転からが、はいはい、レッドゾーンというちょっと SUV らしからぬものがこの辺から感じ取れますけども。そして真ん中の表示は ACC だったりだとか、あとモードによってこの辺の表示とか、あと車高の表示なんかがちょっとできる感じになっております。ちょっと止めちゃいましょう。はい、そしてこちら 8.4 インチかな、間違えたらごめんなさい、はい、のナビゲーション付き、これがちょっと一癖あってなんとシートヒーターがこの中に入ってると。そうですね、でシートヒーターのスイッチがこの辺についてなくって、なんとこの画面の中なんで、はい、ワンクッション入らないとこう操作できないと。運転中とかちょっと煩わしいですね、はい、ただこれエンジンを切って一発目が確かこうスリープから立ち上がるとこうシートヒーターとベンチレーションの表示が確か出るんで、そこでささっとやるか、はい、一回中に入ってこのマセラティマークで操作するか、はい、でこのホーム画面は確か入れ替えがこんな感じでできるんで、まあ、この車はもうすでに多分ベンチレーションとシートヒーター使うんで多分入れ替えてあると思うんですけど、そんな仕様もできるみたいです。でナビに関しては見た？見ました。どうですか、正直な感想をお願いします。ちょっとなんて言うんでしょう、粗いなんて言うんでしょう、使いにくい、ちょっと一世代前かなっていう。そうですね、最新の超分かりやすいナビゲーションですっていうとちょっと、はい、ちょっと話持ってるだろうっていう、はい、まあ、正直ちょっと世代としては一つ前かなっていう、はい、ただ全然使い勝手は問題ないレベルじゃないでしょうか。はい、はい、あとメディア、テレビと Bluetooth とこの辺はしっかりついてるんで、まあ、問題なく使っていただけるんじゃないでしょうか。はい、あとはこの辺充実の人間をダメにする装備系、はい、レーンキープだと衝突警告だったりとか、はい、オートハイビーム、その辺もしっかり、はい、じゃあサラウンドカメラ押してもらっていいですか。はい、はい、ポチッ、はい、こんな感じでカメラ系もしっかり全部ついてますんで、まあ、この大きいボディなんて言っても全長5メーター超えてますね、幅がほぼ2メーターという、はい、この巨大な車でもまあ、取り回しにこれで困っちゃうことはないんじゃないでしょうか、はい、ちょっと一回止めましょうか。であとはこの辺がエアコン関係ですね。そしてセンターコンソールが全部カーボンという、はいはい、カーボンの目も揃ってて、はい、ちょっと高級感が、はい、そしてここ開けるとドリンクホルダー、はい、だとこの奥が、はい、ちょっと小物入れと、はい、USB がついてると、はい、ちょっと贅沢土屋最近ちょっといろんな車を見てきてるんで、これ閉めるのがこうちょっとそうですね、
手動なのかなって思っちゃいました、はい、ちょっとポチッとしてこう、そうですね、慣れちゃいましたね閉まってほしかったなっていう、はい、いいんですそこは、はい、何を言ってるんですかもうイタリア車なんでいいんです。そうですね、はいはい、そういうのも楽しめる車なんです、はい、そしてシフトとあとモード切り替えで、GTS とトロフェオになるとコルサモードが、はいはい、ローンチ付きのコルサモードなんで試乗でちょっとローンチコントロールを使ってみたいと思います、はい、突っ込んでよ、はい、ごめんなさい聞き流しちゃいました。ローンチコントロールは使っちゃいけません。いけません、はい、だと足回りの、はい、設定とあとこの辺ちょっとフィアットクライスラーグループを感じる、共通してますね多分、はい、ナビのコントローラーこの辺にあってサイドブレーキと、はい、あと車高の上げ下げがここで個別にできる感じですね、はい、あとびっくりなのがこのセンターのアームレストの中、はい、ちょっと深すぎませんか。めちゃくちゃちょっと笑っちゃうぐらい深い。500のベッドが多分縦に入るんじゃないかっていう。縦に入りますね、はい、余裕ですね。ちょっと佐々木選手ちょっと手を入れてもらって、はい、深さをお伝えしてもらってめちゃくちゃ入りますね。肘ぐらいまで入る。ほぼ伸ばしている感じですね、はい、肘ぐらいまで入るんじゃないかっていうそして一応ここにシガーが1個だけついてると、ね、はい、はい、こんなコンソール最近こう結構狭いのあるんで、狭くて浅いのありますね。ちょっとそういうのを想像してるとかなりびっくりな、はい、センターコンソールになっております、はい、そして上行きましょうか。上はこれ多分アルカンターラではないかな。違います。ちょっとごめんなさい素材は分かんないんですけど、スウェード調のピラーとルーフライニング、はい、そしてしっかりバイザーも、あ、もしかしたらでもアルカンターラかもしれない、はいはい、でも分かんない確信ないんでスウェード調と言っておきます、はい、スウェード調ですね、はいはい、のやっぱりイタリア車になるとここがプラスチックとかないんですよ。あ、はい、なるほど。ビニールとか、はい、ドイツ車だと結構ここ特にこうグレードが低い車とか、そうですね、車だとここがプラスチックだったりビニールだったりしますけど、しますね、はい、しっかりイタリア車だとここはちゃんとルーフと同素材になってると、はい、であと今回の車はサンルーフが、はいはい、こちらもついております。オプションでしょうか。オプションです、はい、ついてると。ちょっと開けてみましょうか。佐々木選手開けてもらっていいですか、はい。今さりげなく間違えましたあーいいですね、開放感がここまでですね。かなり開放感もいい感じです。 ATC カードが挿入されて、こんな感じの内装になってます。 あとそっか、あとは今回の車は、ドライブレコーダー機能付きのレーダー探知機が装着されていると。なんで後からつける必要もございません、はい、こんな感じでしょうか、はいはい、あとペダルちょっと触れておこうかな。あとペダルに関してはもうレバンって何台かご紹介させていただいてると思うんで、ちょっと普通ですいい意味で普通、なんかイタリア車ってもっとこう特徴的かなと思いきや、そうですね、フットレストも大きいし、こうブレーキに至ってはもうドセンターだし、全然こう違和感というか、はいはい、そういうのはないです。普通に運転していただけるんじゃないでしょうか。こんな感じです。じゃあ続いてリアシートも、はい、リアシートはじゃあ佐々木くんレビューお願いいたします、はい、お邪魔します。もう全部正直レビューでお願いします。わかりました、はい、狭い広い、はい、乗りやすい乗りづらい、お邪魔します。忖度必要ございません。乗った感じはどうですか。乗り込むのは楽ですか。リアシートはですね、乗り込むときにちょっと床の高さを感じますね。なるほど、はい、この一番下げてる状態、はい、であってもちょっと床がちょっと高いかなと、はい、ここですねちょっと感じますね。乗り込んでからはそこまでゆったりではないですね、はい、当然今このパワーシートで自動で一番後ろ前下がってる状態なんですけれども、はい、そんなに超タイトっていうわけではない。超タイトではないですね。ただそんなに広々でもない。広々とは言えないかもしれないです、はい、具体的に言うと膝の前が拳1個分ぐらい、はい、拳1個分ですね、はい。そして佐々木君身長いくつでしょうか。168です、はいはい、そして天井は頭上もですねちょうど拳1個分です。なるほど、はい、じゃあまあ必要にして十分なスペースかなっていう。そうですね、ぴったりサイズですね、はい、そして装備関係はドアの方にシートヒーターが、あ、シートヒーターがついてますね、はい、2段階調整できます。ついてます、はい、ついてます。だとエアコンは、エアコンはですね後席は
吹き出し口のみになります、はい、4ゾーンがオプションということで、オプションで4ゾーンつけることができるんですけど、つけないともう2ゾーンになってしまう感じですね、はい、これデュアルゾーンの次が4ゾーンっていう、そうですね、3ゾーン間に入らないという、3ゾーン欲しかったですね。だからちょっと後ろの席をちょっと多用する方はちょっと少し寂しいかな、そうですね、気はします。はい、で上の蓋のところにここ開けると、はい、USB ソケットが2つとシガーソケットが1つついております。はい、そして座面のこのセンターのところにはアームレストが、はい、アームレストを開けると、はい、ドリンクホルダーが2つで小物入れはありません、はい、ちょっと贅沢言うと少し寂しさを感じてしまいました。ちょっと鉱石は、はい、けどいいんです、イタリアだからいいんです。そうですね、これでいいですね、はい、こんな感じの、こんな感じですなっております。はい、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、当然足で開けるやつもついてるということで、はい、ついております。はい、僕の短い足でもしっかり反応します。開きます。そしてトランクは割と広いく感じました。広めですね、はい、やっぱりこれだけリアが寝てても全長5メートルの車なんで、はい、トランクは割と広く使っていただけるんじゃないでしょうか、はい、そしてこのスキーホールでしたっけ、このトランクする的なのもしっかりついてて、座面もしっかり倒せると。はい、倒れます。ちょっと倒してみましょう。ただこれがちょっと若干こう前上がりというか、大丈夫ですか佐々木選手。どうやってやりました。はい、持ち上げますレバーを。あ、いけましたね。はい、若干前上がりという、はいはい、希望としてはもう一段階こうカチャッ、そうですね、こうカチャッてなりましたけど、もう一段階下がってほしかったなと、はい、ただまあフラットにはなるんで、はい、まあいろいろ大きな荷物も積んでいただけるんじゃないかなと思います。そしてこの下には本当に少しだけ収納と、あとこの奥があれですかね、バワーズ&ウィルキンスのサブウーファーですかね、はい、ウーファーついてますね、はい、そしてさらにこの下のがこんな感じでスペアタイヤと工具ですね。工具もちょっとしょぼいのじゃなくて結構しっかりした工具が入ってると。でスペアタイヤも今時珍しいこの膨らますタイプのスペアタイヤっていう、あんまりない、あんまり見ないですね。その昔なんかあの NA1 の NSX がこれフロントに積んでましたけど、はいはい、そんな話は知らないですね。あと佐々木君、これ開け閉めがちょっとドイツ車とか国産車と違う感じなんですよね。はい、はい、電動なんですけど、はい、スイッチがここにありまして、はい、押すと、そして動きもちょっと押すとですね、はい、ちょっと時差があって2秒ぐらいですね、はい、時間差があって閉まると、閉まりますね、ゆったりですね、はい、これがイタリアの気遣いなんです、はい、押したらこう避難して、優しいですね、押した瞬間に降りてきたらこう危ないです、危ないですね、はいはい、しっかりこんな仕様にもなってると、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、やってまいりました。 3.8リッター3.8ですね、約、はい、V8 です。これがなんとフェラーリ製のエンジンですね、はい、これがなんかクアトロポルテ GTS の同系列のエンジン、はい、あ、そうかもしれないですね、はい、ただ全く一緒じゃなくて、なんかそのコンピューターのセッティングと若干違いますかね。あとピストンだったり、あとコンロッドだったりもしっかり変えてあって、はい、この車に積むようにチューニングされてるらしいです。はい、なんでもこのエンジンだけでもこの車を買う価値があるんじゃないかな。そうですね、見た目もめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいもうこの意味があるのかないのか分かんないですけど、このカバーとこの結晶塗装のこの赤と、赤いいですね。で今見たらなんかこれちょっと金属じゃないんじゃないかっていう、触った感じはそうですね、プラスチックっぽいですね。ちょっとプラスチックな感じが、ただまあめちゃくちゃかっこいい、エンジンかっこいい車っていいよね。いいですね。でパワーがなんと500馬力オーバー。そうですね、590ですね、はい、トルクも70キロオーバー、はい化け物みたいな車、化け物ですね。で0-100が3.9秒、3.9秒ですね、はい、どんだけ速いかっていうと、あの速いもう最速 SUV と謳われたカイエンターボよりも上回ってますね、速いという、はい、で最高速に至っては300キロオーバー、はい、ただちょっと一点こう贅沢を言っていいんであれば、ちょっとここもちょっとなんとかしてほしかったなっていう、ここもなんかちょっとかっこいいカバーを欲しかったです、はいはい、そっち側の冷却水のタンクとか、ただもうエンジンが最高にかっこいい。そうですね、そして音もちょっとこの後聞いてみたいと思いますけど、はい、音もちょっとかなりいい音を聞かせていただけるんじゃないでしょうか、はい、こんなエンジンルームになってます、はい、
はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょう。お願いします。ちょっとレバンテトルフェを初体験でございます。あ、本当ですか。はい、改装でも動かしたこともございません。なかなか少ないかもしれないですね。ちょっと全部正直レビューしたいと思います。はい、そう、少ないんだよね。少ないですね。中古車サイト見たけど、はい、台数もあんまり出てないという。大宮店でももちろん初めてですね。なるほど。ちょっと価格がね、そうですね、2000万近いので、なんでなかなかお目にかかる機会がないかと思うんですけど、ちょっと今回本当に正直レビューでお伝えしたいと思います。はい、行きましょう。よいしょ。まずですね、さっきのちょっと音を、はい、中で聞いた音からいくと、はい、あのもうちょっとレーシーなのを期待しておりました。そうですね、高回転、せっかく高回転型なんでマフラー交換をしたくなっちゃうぐらい。そうですね、ただとんでもなくパワー出てんだろうなっていう音は。そうですね、してた。これやべえやつだっていう、はい、もう少しちょっと素人的なあの発言しておければ、はい、ちょっとバリバリ言ってほしかった。そうですね、せっかくやっぱりこうトルフェだよねっていう、せっかく最上グレードなんで、ちょっとあの外装もそうだけど、はい、地味かなっていう音が。うん、そうかもしれないですね。乗った感じも特にそんなに、ちょっと今普通ノーマルモード、ちょっと早速スポーツしましょうか。はい、あ、ちょっと普通の乗ってからの方がいいですね。はい、ノーマルモードで乗った感じは、はい、割とステアリングフィールは、はい、しっとり、しっとりですか。ちょっとなんかスポーツカーらしからぬ、まあ、当然 SUV なんてそうなんですけど、ハンドルちょっとでかいのもありますかね。あ、確かに、はい、ステアリングフィールはそんなスポーティーじゃないですよ、はい、レスポンスも、そしてアクセルの付きも、そのブレーキめっちゃ効く。あ、本当ですか。ブレーキめっちゃ効く、びっくりした今。めちゃくちゃ大きいのついてますもんね。めっちゃ効く。よいしょ。わあ、ダメだ。通れません。左ハンドルだとこういうの、そうなんです、バスとか昔みたいです。そうなんです。そして足回りは今ノーマルですけど、ノーマルですね。そんなにこう22インチで薄い扁平タイヤの入ってるっていう感じではなく、はい、そうですね、うんうん、割とこう足回りはこうゆったり動く感じ。そうですね、タイヤで衝撃吸収する感じじゃないんで、こうタンタンってこう、タイヤの、そうですね、衝撃いきますね。細かい振動なんかは割と伝わってくる。全然ただ不快じゃないんで、はい、あ、車全体の動きちゃんと SUV ね。なんかちゃんと SUV ですか、うん、なんかちょっとふわふわしてるじゃないけど、なんか SUV らしからぬ SUV あるじゃない。ありますね。カイエン乗った時びっくりして、はい、何これと思って、はい、なんか普通にパナメラとなんか乗り味変わんないじゃんみたいなって言ったら怒られた。カイエンを乗ろうとしたに買い替えようとしてた、あのパナメラ乗りの人に怒られるっていう、はいはいはい、じゃあいいやって。でも結構その SUV だと両極端じゃないけど、はい、ちょっと
いわゆるこう SUV のこうゆったりした動きの車と、はい、全然あれこれセダンじゃない、目つぶってセダン、目つぶって乗ったらセダンじゃないみたいな車とありますけど、これ割と普通にゆったり SUV らしいというか、ただこれは今ノーマルでの話なんで、ちょっと早速スポーツにすると、あ、全然全然違う、締まりますね、全然引き締まる足回りが、ステアリングのレスポンスはあれほどでもないけど、もう横の動きなくない？ないですね。もう全然。本当セダン乗ってるみたいですね。いやいいねこれ。そしてもうあとは何といっても内装ですよ。内装めちゃくちゃいいですね。やっぱりこれだけでも選ぶ理由がありますね。はい。この辺もしっかり。この辺も全部レザーだからね。全部レザーですね。足元まで。もうなんかちょっと細かいことはやっぱり気にしちゃいけない。そうですね、チリがとかこう蓋が返ってこないとか、はい、言ってるやついましたけど、つい15分前ぐらいに、はい、そんなことは言っちゃダメです、はい、もうイタリアですからで全部片付けられるんで、はい、味ですね。ただ欲を言えばもうちょっと派手さが欲しかったな。そうですね、音しっかり外装しっかり、はい、だそこはじゃあボンドの仕事ってことで、はい、はい、ぜひマフラーは変えていただいて、あるのかないのかわかんないけど、はい、あるのかないのかわかんないけど、ありそうです。ちょっとじゃあそこ交差点を曲がったらスポーツモードと、はい、あとはあのいろんなレビュー見ましたけど、はい、まず踏めないっていう、あ、踏めないかもしれないですね。パワーありすぎて、もう600馬力に近いんで、そりゃそうですよね。そしてあとはミッションが今回 ZF の発足オートマンということで、はい、割と昔のイタリア車ってちょっとミッションに心配なことが多かったと思うんですけど、はい、もうその辺は超巨大サプライヤー ZF の発足オートマンになりましたから、はい、まず問題ないんじゃないかなという、うん、で、他のモデルと共通の Q4 っていうその四駆のシステムついてますけど、はい、普段はなんか FR で状況に応じて50対50まで、はいはい、トルク配分するような四駆のシステムらしいです、はい、そして LSD、はい、あとトルクベクタリングもついてるんで、はい、このなりで峠とかもぐいぐい走れちゃうという、はい、いけますね、攻めれますね。そんな SUV なかなかないんじゃないかなっていうないですね、この巨体ですからね。ただ結構比較されるその海縁ターボか、はい、みたいですけど、もう比べること自体がナンセンスだっていうふうにその僕が読んだ良いものには書いてありました、はい、それでは、はい、お願いします。危ない、びっくりした危ない、びっくりした、危ない、ワープしました今、はい、テイク2でいいですか、はい、びっくりした、これやべえやつだ、これやばい、しかも四駆のはずなのにケツがこんな、ね、これすごいね。しかも音も表現したよ、はい、3000回転ぐらいからすっげえ音する。いやそしてこれ動画が使えないかもしれない自主規制になっちゃうかもしれない。いやマジでワープしました今、おっつって、はい、これあれだね、トラクションかかったらやばいね。今ちょっと抜けちゃったけど、そうですね、これ速いにもかかわらずこんな普通に乗れちゃうっていう。そうですね、この上質な感じ、イタリアって感じですね。すげえ、これこの車すごいね、びっくりした。デモカーの海縁クーペも、はいはい、いろいろ高速乗ったりして、はい、まあ、踏んだりもしたけど、はい、こういう加速はしない。あ、本当ですか。これちょっと乱暴すぎるね見た目によらずですね、まあ、スペックはやっぱり最上グレードって。やばい、はい、いやもう確実に今300キロ出るなって片鱗を見た。これちょっとコルサ危ないんで入れません、やめときましょう、はい、バーンアウトできちゃうレベルだ。しますよね多分確実にします、ね、普通にするよ多分、はい、
だって今わずか本当に15キロ20キロぐらいからガーッて踏んだだけでわーって、まあ、危ないからすぐやめたもん。そうですねこれすごいね、この車。控えめ。ちょっとダメだ、これレビューするとこがここの、あの街の中じゃなかった。ここじゃなかった。ここじゃ、全然魅力が出ないですね。峠か高速道路でした。いやー、これいいね。おお。もう全然全然1割も出してないよ、パワー。全然全然踏んでない。もうすごいトルク感、半端じゃないこれもう底なしな感じですね。なんか本当に助手席でもなんか分かります。これの全開ってちょっと体験できないね、多分。そうそう、高速道路でもこれで全開で走るって多分無理だね。怖いっすね。パドルもね、操作感、反応めっちゃいい。あ、めっちゃいいっすか。さすがにあのフェラーリとかポルシェみたいにパンパン入ってく感じじゃないけど、はい、勝ちっていう。これ SUV じゃないねすごいこれ。もともとでもなんかレバンテって V8 積む予定じゃなかったっていう風に、はい、あ、そうだったんですか。 V6 なんか書いてあったよ、はい、なんか V6 で行く予定で、はい、水面下でなんか V8 を、はい、なんかその本部というか本社 の承認を得ないで水面下で V8 を積んだりしてやってたっていう、はいはい、あ、そうなんですか。で途中から2018年からかな、はい、V8 モデルの GTS とトロフェアが追加になって、ね、ただそれもそのままやっぱり積めなくて、はい、なんかクランクケースとか、はい、アクセルシャフトを通す関係で、はい、なんかクランクケースとか割と加工して、はい、もう一度作った感じですか、っていう話、はい、再設計して乗せたっていう、はい、ありものでこう合体させて V8 モデル出しましたじゃなくて、はい、ちゃんと気合を入れて作ってるという、はい、いやこれすごいね、本当。いや感動しましたね。さすが2000万オーバーですね。やばいよねこれ。これすごいやっぱりね、なんかちょっとこうカタログ上の数字だけとか、はい、なんかそれだけじゃこう表せないよね。表せないですね。この高揚感っていうか、助手席でも十分楽しいですねこれ。やばい、こんな動きする SUV ないよね。ないですね。これちょっといろんなとこ乗ってみたいな。ただ燃費が心配です。そうですねいろんなレビュー見たら大体5キロぐらいっていう。5キロか。でもこの形をしたスーパーカー。スーパーカーですね、うん、スペック的にも全然この派手さはないけど、はい、もうどっちかっていうとこう分からない人しか分からない、分かる人しか、はいはい、そのぐらいこうシックな佇まいですけど、はい、中身はしっかりスーパーカーっていう。スーパーカーでした。これすごいね。やばかったです。こうなんか普通の格好してるけど脱いだらもうムキムキみたいなそうですねそんな感じの最高な車でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これすごいね。いやすごいですね。これやべえ。じゃあ最後になりますけれども、はい、佐々木くんからお知らせが。はい、大宮店でもですね、買い取り、お車の買い取り、あとオーダー車も承っておりますので、何でもご相談いただければと思います。よろしくお願いします。というわけで今回はマセラティレバンテトロフェをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。